こんにちは。子供機械体操インストラクターの清水です。今回のワンポイントアドバイスは、腕獅子スイングから両足を鉄棒にかけ、前方へ飛び出す飛行機飛びです。飛行機飛びのやり方と失敗例と合わせてアドバイスさせていただきますので、動画見本を参考に実践してみてください。とは1腕獅子スイング、ゴリスイングから両足を開き鉄棒へ乗せます。その時顎を引き、肘、膝を伸ばし鉄棒から離れないようにします。2両足を鉄棒へ乗せた姿勢を維持しながら腰を落としていきます。腰が鉄棒の下を通過し鉄棒の高さに上がってくるまで同じ姿勢を保ちます。3両足を鉄棒から離し斜め前方へ飛び出すと同時に両手も離します。飛び出した際の姿勢は両足を閉じ体を伸ばします。膝、腰を曲げると高く飛び出せなくなるので注意してください。その後着地をして完成です。失敗例1、膝が伸びていないと鉄棒から体が離れ両足から下へ落ちてしまいます。しっかり両膝を伸ばして足の裏で鉄棒を押せると振り落とされないようになります。失敗例2、飛び出す際に早く両足を鉄棒から離してしまうと上に飛び出せずうまく着地もできなくなります。腰が鉄棒と同じ位置に来るまで両足を鉄棒から離さないようにしましょう。チャンネル登録お願いします。